浪、ピシャリ。オリオールズの藤浪晋太郎投手が16日、日本時間17日、敵地で行われたパドレス戦の7回から救援登板、2連投となったが、グリシャムに左中間ソロを被弾。0回3分の2で2安打2失点だった、防御率 8.02。藤浪さんソロ飛翔。アナハイムの増田。終わってみたら完封リレー。藤飛翔は甘いコースにスプリットはあかんすよ。もしかしてエンゼルスって強いんじゃね。本日の藤浪ガチャ、外れ。毎試合おもろいこと起きるな。スコアボード見ると9回裏キシャッと抑えた感じだな。テキサスファンにも最後まで興味を持たせるエンターテイナーの鏡。結局サイスはいつも通り無意味な HR だったな。大谷10回の打席に備えててくさ。イヤコンぐらいのクローザーがお笑い球団としてちょうどええわ。デトマーズ勝ててよかった。結局アストロも今日も大谷いなかったら一勝もできなかったのか。富士はまあソロムランならまあ。藤浪って打たれても面白いだけだからええよな。エンターテイナーやろ。なぜ大谷を連れてこないんだい。最後まで敵地を盛り上げるエンターテイナーの鏡。ご視聴ありがとうございました。